全部で7頭の白いウルトラが暮らしていますが、こちらのプールにはお父さんとその子供たち親子3頭の白いウルトラが暮らしているんです。さあ、それでは早速皆さんの目の前に3頭がやってきてくれていますが、どれがお父さん白いウルトラか分かりますか？皆さんの正解が聞こえています。そうです、真ん中にいる少し体の大きな白いウルトラがお父さん白いウルトラです。今顔を見てみてくれましたね。推定年齢25歳の大人のオスの白いウルトラ、名前をケーリャ、ケーリャと言います。そしてケーリャの左側にいるのがケーリャの息子です。アクアス生まれの現在12歳のオスの白いウルトラ、名前をシーヤ、シーヤと言います。そして一番右側にいるのがシーリャの妹でケーリャの娘になります。こちらも同じくアクアス生まれの現在7歳のメスの白イルカ、名前をミーヤ。本日パフォーマンスを頑張りますのは女性のダイバーさんです。とても小さく見えるかもしれませんが、周りの白イルカたちが大きすぎるだけでダイバーさんは一般的なタイプです。とっても冷たい、少し緊張しているようですので、準備運動をして体をほぐしていきましょう。さあ、一体今日はどんな準備運動を見せてくれるんでしょうか。さあ、持ってきたボールを使うんでしょうか。こっちを向いて、さあ、ボールはどうやら使わないようですね。私たち人間の準備運動はストレッチなどがありますが、白いウルトラたちはどんな準備運動を見せてくれるのか。はい、今、大きく首を振ってくれています。どうやら今日はボール使わずに首振りの準備運動を見せてくれるようですよ。さあ、今縦に振ってくれていますが、実は縦に振るということは横にも振ることができるんです。今いやいやいやと横に振っていまして、首を縦に横にと上手に振れているんですが、実はこれ白イルカならではの動きだったんです。ポイントバラバラでつながっていないんです。そのため首を縦に横にと器用に振ることができる。これはバンドイルカなどジャンプを得意とするイルカにはできない動きだったんです。まあ、何気ない準備運動の中にも白イルカの秘密が隠されていました。ひっくり返してもね、上手に振ることができます。ちょっとダイバーさんに触って確かめてもらいましょう。まあ、ダイバーさんね、ケーリャのおでこを触っていきますよ。おでこをご注目くださいと思ったんですが、ちょっとどっかに遊びに行ってもらいましたね。ケーリャとってもマイペースなイルカなんですね。こうやってダイバーさんのことからちょっと遊びに行ってしまうこともあるんですが、しっかりねケーリャが戻ってきたらおでこの方を触ってもらいたいと思いますので、どんな感触がするのかちょっと想像を膨らませて、おでこを触っていきます。今度は触ってくれたな、わかりましたか？一瞬でしたか、触らせてくれましたね。さあ、もう一回いきますよ。本当はしっかり触ってね。なんとこんなにも柔らかいんです。こんな柔らかいおでこなんですが、柔らかいのはおでこだけではありません。なんと白イルカ、体全体どこを触ってもとっても柔らかいんです。次は体を触ります。さあ、わかりますか？こんなにふよふよタプタプと柔らかい体をしているんです。なぜこのような体をしているかというと、野生の白イルカは北極圏と呼ばれる氷の浮くようなとても冷たい海に暮らしています。そんな意味でも元気に暮らしていけるように、皮膚の下にはなんと厚さ10センチ以上もの脂肪を蓄えているんです。そのためこのように全身がふよふよタプタプと柔らかくできているんですね。さあ、続きましてはそんな柔らかい体を使った白イルカの特技をご覧いただきます。白イルカは口の周りもとっても柔らかいんですが、そんな柔らかい口をあ、い、う、このうの口にすぼめて水を吹くことが得意なんです。今日はこの水吹き分かりやすいようにダイバーさんにはお魚を持ってきてもらいましたので、お魚めがけて水を吹いてもらいましょう。はい、今ダイバーさん魚取り出してくれました。あの細長いイクラナゴというお魚めがけて水を吹いていきます。さあ、魚がどうなるのかご注目ください。いきますよ。今吹いています。とっても地味なんですが、今一生懸命吹いています。お魚がビュービューとなびいているのをお分かりいただけましたか？もう一度吹きますよ。さあ、何回見ても地味なんですが、このように白イルカは狙ったところピンポイントに強い水流を吹くのが得意なんです。
しても吹いてくれていますね。しっかりと口がムード吹きになっているのが分かったかと思います。さあ、それでは一生懸命水吹いてくれたキエイがお魚プレゼントです。一瞬でなくなってしまいましたね。シロイルカは水を吹くだけではなく吸い込む力もとても強いんです。さあ、ここからはこの特技の水吹きを生かしてあの素敵なものを作り出していきましょう。本日最初のシャッターチャンスとなっておりますので、皆さんカメラの向きを忘れなく。さあ、今ダイバーさんのもとにはミーちゃんのシーラ、そしてこのミーギャもやってきてくれました。ダイバーさんはこの後シロイルカたちの口の中に空気の泡を入れるという仕掛けをしていくんです。その仕掛けがされた状態で先ほどの水吹きをするとアクアスといえばのアーミーアレが出来上がりますよ。さあ、左にシーギャ、右側、そして真ん中にケイヤと並んでいます。親子3頭が揃っていますのでバッチリ顔を覚えてくださいね。それでは準備ができたのでこちらを見て、親子3頭での水吹きです。さあ、いかがでしょうか。3頭とも大満足のできちゃったようです。ありがとうございます。3頭バブルリングとなって現れるんです。先ほどの水吹き、目には見えていませんでしたが、丸い発火状の水の流れ、水流ができていました。そこに空気の泡が絡むことによって、バブルリングとなって現れていたんです。このバブルリング、アクアスでは幸せのバブルリングと呼ばれています。見た人に幸運が訪れるというとっても素敵な噂があるんですが、今日はそんな幸運を何倍にも増やすために、連続バブルリングに挑戦していきましょう。しかし今度はダイバーさんから空気はもらえません。一体どこから空気を手に入れるのか、ちょっと妹のミーリャに答えを教えてもらいましょう。それではミーリャの頭の上をご覧ください。ここと空気の泡が出ているの分かりますか。実は白いのが頭の上に鼻の穴があります。今日はこの鼻の穴から出した空気を自らの口に含むことによって連続したリングを作り出していきます。いくつのリングができるのかは今日のミーリャの1分次第となっておりますので、皆さん1つ目のリングが現れたら拍手をして応援をしてあげてください。ミーリャからもこっちの姿バッチリ見えていますので、皆さんの拍手がミーリャの力に変わっていきます。それではこちらを見て、さあ、いきますよ。ミーリャの連続リング、まずは1つ目、そして2つ目、拍手がお願いします。5つ目、まだ出ます。5つ目、頑張れミリア。6つ目、なんと7つ目、止まりません。8つ目、最後の全部で8つ目。先ほどは口の前にできていたリングですが、次はどこにできるのか、引き続き妹のミリアが頑張ってくれるようですので、ミリアにご注目くださいね。それではいきましょう。ミリアのシックリングです。いかがでしょうか。ありがとうございます。なんと今度は頭の上に突然リングが現れましたね。何もないところから突然魔法のように現れる不思議なリングという意味を込めて、このマジックリングという名前がついたんです。さあ、このマジックリング作れるのはお父さんのケイヤも、そしてお兄ちゃんのシーラも家族全員作ることができるんです。ですので続きましては家族2頭によるダブルマジックリングに挑戦していきましょう。さあ、今日はどの2頭がダブルマジックリングに挑戦してくれるんでしょうか。さあ、まずやってきてくれたのはお兄ちゃんシーラです。さあ、シーラと一緒にダブルマジックリングを作っているのはお父さんのケイヤか妹のミーヤか。さあ、やってきたのは地元のミーリャですね。それでは兄弟2頭によるダブルマジックリングご覧いただきます。2頭とダイバーさんの息がぴったりと合わないとできない難しいリングですので、成功したら今日一番の拍手を送ってあげてくださいね。それではダブルマジックリングです。さあ、バッチリ大成功です。ありがとうございます。2頭とも綺麗なリングを揃えてくれました。このダブルマジックリング、なんと完成までに半年以上かかった超大作だったんです。そんな難しいリングを一発で決めてくれた人に、もう一度大きな拍手をお願いします。
最後にご覧いただきますのは、実はこれ一番新しいリング、ミラクルリングです。先ほどのリングとは違って一瞬で消えてなくなってしまう奇跡のようなリングですので、皆さんまばたき厳禁でご覧ください。最後はお兄ちゃんのシーリアが頑張ります。それではシーリアのミラクルリングです。このミラクルリングと先ほどのマジックリング、実は世界でもアップアップでしか見ることのできない大変貴重なリングだったんです。今日はそんな貴重なリングを最後にもう一度だけ皆さんにご覧いただきますので、見逃してしまったお客様、ぜひラストチャンスご覧ください。最後も引き続きお兄ちゃんのシーリアが頑張ります。それではシーリアのミラクルリングです。首の中で自ら作り出したものです。頑張ってくれたミリアより全力のバイバイでお別れしましょう。バイバイに見えたらぜひ皆さん手を振り返してあげてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。さあ、わかりますか？大変微妙なんですが、グラビで全力で振っております。以上をもちまして、シドエルカパフォーマンスを終了いたします。最後までの温かいご声援、誠にありがとうございました。ミリアからも応援ありがとうございました。お客様のお出口は右手です。